ブッダの言葉に注意注意です、ね、テイク2いっぱい撮れました。いっぱい撮った。いっぱい撮れました。ちょっと踊ってみる。すぐそこにいるから。暑いから。なんか100枚ぐらいこれ書いたので。ご視聴いただきありがとうございます。今日は板垣さんと作品を撮りに来ております。NG 集、山頂書道、メイキング映像の3つをお楽しみください。今前髪チェックタイムですよ。そうですね。可愛くしてください。で、おはようございます、ヤギちゃんです。今日は日向山に来ているんですが、なんと田崎さんがいます。こんにちは。自己紹介をお願いします。山の動画とかを撮っている田崎と言います。田崎さんです。今日は記念すべく作品を作っていただくことに。そうですね。コラボっていうか、はい、気合い入ったカメラで。そうなんです。これは、はい、こだわりのところを教えてください。こだわりのところ、これやっぱこのグリップですね。はい。黙りでいいんで。はい。黙り。うん、ちょっと。うん。パワー見せない。やるぞって感じ。うん。やるぞって感じ。いいね、うん。うん、やるぞ。じゃあ歩く？うん。そうそう。ちょっと行ってみよう。はい、その調子。笑っちゃダメ。ダメ。ダメ。うん。ダメ。ふう。はい、OK です。はい、うん。あ、ごめん。え、あ、ごめんなさい。ダメだ、うまいわ。板垣先生、何してるんですか？霜柱を撮ってます。板垣先生は私がニヤニヤしてしまうので、ついに霜柱を撮り始めました。ちょっと真顔をね、撮らなきゃいけないので、こうニヤつきがこう顔に張り付いてるヤギとしてはまだ霜柱撮ってるもらうことはやっぱりありますね。うん、悪くない。どう？うん。いい。うん。どんな感じ？頑張ってる感じする。見せて。今作品的には何合目ぐらいですか？ 0.2。え、嘘。0.2？ いつもはそのぐらい。うん。やる目指すのは。目指すのやって。ちょっと真顔頑張る。真面目な感じむずいよね。私にとっては山頂書道っていう一つのものなので、もう受け入れてくださいって、それだけですね。バッチリ。どう？超良かった。いや、本当に？うん。いや、もうバッチリです。どうでした？バッチリなやついただきました。バッチリって言わせたみたい。いやいや、もう3回ぐらいリハーサルさせて、確かに追い込んでいって、どう完成形どうなってんだろう。え、でもね、本当にやった後にドキドキするじゃん、うん、どうかなどうかなって。ちょ、頑張って歯隠したよって思って、うん、で、板垣さんがね、OK 完璧って言うとね、シャッってなります。そういうこうキャストのモチベーションもコントロールしないとダメだね。開口はすごい、うん、見たい。見せてあげよう。隙間から貝コマです。でもちょっとこれ伝わらない。もったいないね、この撮影には。もったいないです。登山を楽しんだ方がいいね。でも撮影も楽しいですよ。始まってる？うん。あ、はい、行きます。はい、今アウト。じゃあ あ、うるさいですね、静かにします。すいません。
大きいですか。はい、山頂の砂浜、日向山に着きました。すごいよ。出てくるヤギ子のキャラが結構ちょっとクールな女性のイメージなので、今こうわちゃわちゃ喋ってるんですけど、はい、歯隠して落ち着いた感じでという指導を受けながら撮っております。書道の筒も持っております。もう始まってた。ごめん、もう始まってた。え、始まってましたよ。もう。いや、撮ってはいたんだけど。うん。うん、ああ。なんで巻くの？いつもなんか山登ってる時に巻いてるんですけど。うん。うん、今回巻くのちょっと忘れちゃったんで今巻きました。よくわかんねえ。黙ってやってください、はい、どう？いい、面白い。結構上手くない？うん。上にあの貝駒を描いて、あの貝駒ですね、上にあれを描いて、はい、下にヤギちゃんを描こうと思う。ちなみに山の絵を描くの初めてです。これでもこれからもう山頂書道家になるんじゃないですか、やっぱり。それちょっと楽しいですね。でもうん、あの天白の時とかはいいですよね、荷物めっちゃ増えちゃうけど。紙ね、もうちょっとちっちゃくしてね。おほほ、ワイルド、ワイルド。貝駒、貝駒を描いてます。すぐそこにいるから。なんかっぽくない？うん、わかるわかる。いや、マジで風がさ、全然なくて、ね、最高だったね。あ、うまい。筆運びやっぱ違うね、書き慣れてるものは。先生感じだ。本当ですか？お茶を飲んでレンちゃんも書いてます。レンちゃんさ、自信に満ち溢れてる。スタッフもあったら150体ぐらい書いてます。アイコンいいな、一緒で書くて見やすいよね。アイコンで移動したから教えてみたい。女子っぽいかも。うん、じゃあ切るだろ。アイコンいいですよ。うん、やっぱり顔は最後なんですね。顔はそうですね、命ですもんね。命です。顔とか目は、それでヤギちゃんを描かせていただきました。いいですよ、ヤギちゃんと。うわっ、すごいよこれ、この絵、これこの絵撮っとけばよかったな。いやー、なんだよ。どうでしょう。見てください。おお、どうですか？この貝駒のテイストとの差がさ、すごいよね。貝駒かっこいい。はい、じゃあこちらは1名様にプレゼント。できなくはないけどね。そうですね、送るのがちょっと大変ですね。はい、初めて山頂で書きました。お疲れ様でした。ちょっと踊ってみる。ダメだこれ。これダメです。破ける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 。もうすぐサムネね。もこみちのオリーブオイル。熱い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 。何やってんの。ちょっと
こっからここまででさ、うん、熱湯じゃん。何をやってるんでしょうか。こうやってやったらさ、冷めるから熱い熱い。でもちょっと寒かったから暖かくてよかったかも。撮ってましたね。撮ってました。もう撮っちゃう。絶好だ。モフモフマイクでですね、いただきさん撮ってくださっております。はい、自撮り棒は、うん、隠してもらったり、はい、いろいろしてますよね。今もうちょいで5合目ぐらいなんですけど、うん、ちょっと撮影が押しすぎて結構40分遅れぐらいで。いやー綺麗だな。ちなみにこのカメラいくらぐらい、うん、カメラは20数万ですね。マイクは、マイクは3万ぐらい。3万。このこれはこれ、はい、どれ撮って撮って撮って12,000ぐらい。12,000、うん、総額チャリーン。ケージが、え、ケージも別売りなの。そうなんだ。30万ぐらいかな。チャリーン。ヤギの動画に新しいパターンが加わりました。ロールとは、あ、上を撮ってるの。へえ、私もやってみよう。皆さん、ヤッホー。板垣先生に今日はいろいろ教えてもらっております。ちなみにまだ5合目にはついておりません。あ、もう6合過ぎたよ。え、嘘。あ、本当。チール、木に引っかかってる苔みたいな、地面の衣と書いてチール類ですね。テンション上がりますね。かわいいね、なんかお化けみたいだね、うん、いかがでしたでしょうか。ちょ、全体総括お願いします。総括、うん、まあ忙しくね、なっちゃったけど、もうこんなに一生懸命ものづくりができて楽しかったです。楽しかったです、うん、あと結果はね、うん、楽しみで、楽しみで。みんなが笑顔になれるんだったら、それが一番かなって思います。 OK。 お疲れ様でした。 OK ですか。多分 OK。 すごい、いっぱい撮りました。いっぱい撮ったね。いっぱい撮りました。超撮りましたよね。撮ったよ、全部撮ったよね。全部撮った。お疲れ様。ありがとうございます。なんかクランクアップ見たくなって。クランクアップですよ、まさに。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。またねー。ずっとあなたのご褒美でありたい、剣ビールとモルゲンロート生命の提供でお送りしました。